廃炉とは、製鉄所や原子力発電所等において、必要なくなった炉を停止させて、炉とそれに関連する設備を解体すること、あるいは危険がない程度に整理し、その状態のまま放棄することである。廃止の理由としては、設備の老朽化により安全性に問題が生じる場合と、単純な不採算による事業の中止や建て替えによって、 将来の維持費が安くつくなどの経済性によるものがある。コストを抑えるために廃炉に準じた長期休止の措置を行う場合もあるが、これは廃炉とは呼ばない。この場合、老朽化を防ぐため、設備の一部のみを解体して密閉するモスボールを行うことがある。炉を廃炉とするときは、炉の停止日、炉の解体の開始日、設備を解体する順序を決めることから始める。 その計画書炉を,を所管する官長に提出し、認可を得る。また、廃炉に踏み切る場合は、炉を止める作業をじめに行う。廃炉の手順の計画炉の停止解体準備作業炉に、関係のない設備の解体炉に、関係のある設備、機器の解体炉の解体炉があった建物の解体ただし、人体に害が及ばない場合、作業を並行して行うことがある。原子炉の場合は、 これは解体撤去方式のものであり、口述にもあるように様々な廃炉方式がある。東海原発の廃止解体工程不原廃炉計画浜岡原発廃棄計画原子炉の場合は、制御棒の挿入後の数時間は蒸気が発生し、原子力発電所自体の稼働は続いており、核燃料の冷却も6ヶ月から3年ほどかかるため、実際の廃炉作業は約3年後から始まる。 また、使用済み核燃料の運び出しとの兼ね合いも考慮しなければならない。東海発電所の場合は1998年3月に運転終了を支配し、解体作業を開始、原子炉領域の解体撤去は16年後の2014年から6年間で完了する予定になっている。20世紀半ばから建設された原子力発電所では数十年の運転を終え廃炉となる。 原子炉が増えてきたが、建設当時の設計図がなく解体作業用ロボットが作成できない、そもそも配慮を前提とした作りではない等で作業に大きな支障が出てきている。火力発電所であれば、ボイラーなどに立ち入って確認でき、さらに直接解体できるが、原子炉では長年の運転により放射化が激しくなかなか立ち入れない状態となっているため、 建設当時の設計図が必要。1970年から80年代は設計図を保管する義務がなかったことから資料の劣化が激しくあるいは散逸して問題に直結している原子炉もある。また数十年間の運転中に累積した大量の放射性廃棄物の処理に関しては恒久的な措置は未だ決まっていない。低レベルの放射性廃棄物に関しては 処理後廃棄処分される予定であるが、高レベルの放射性廃棄物に関しては、どこでどういう方法で隔離保管するかは未定である。この隔離保管期間は、数百、数千から数万年と長期にわたるため、未来の地球上生命体への負の遺産の影響を、できる限り低減させる必要がある。IAEA、e、が定義するところによると、入る方法は大きく分けて三種類あり、 それぞれとされている。この他にも様々な配慮方式がある火力を扱う。ボイラーなどの解体は、ボイラー及び圧力容器安全規則にのっとり、所轄都道府県労働局長に報告し、検査を受ける。また、解体に入る場合は、コンクリート物解体、ボイラー技師など、それぞれに精通した技術者を置く。アメリカでは、原子力法によって管理される。日本では、 原子炉等規制法などによる。国内では、発電所の原子炉の廃炉が完了した例はない。日本原子力研究開発機構原子炉廃止措置、研究開発センター、不遍廃止措置計画閲覧2011年8月13日、原子力安全、保安院、浜岡原子力発電所1号原子炉廃止措置計画、閲覧2011年8月15日日本、原子力発電、 東海原発廃止措置工程表閲覧2011年8月4日 NHK スペシャル原発解体世界の現場は警告する2009年10月11日放送米国における発電度廃炉計画から高度情報科学技術研究機構福島第一原子力発電所1号機4号機の ハイロー名言東電会長 -cnn.co.jp2011 年3月31日、JST。ありがとうございます。